家政婦女の作る飯、まずすぎでしょ。全部捨てて今日はピザ頼みましょ。私の家に家事をしない義母と義弟が住み着き、言いたい放題言われていた。こんな生活に限界を感じた私は、二人の人生を終わらせてやることにした。私は和美、30歳になる。ようやく生活が落ち着き、平和な日々が戻ってきた。ことの始まりは会社の飲み会に参加した時だ。そこで元旦那の拓也と出会う。拓也とは飲みの席で初めて会ったのだが、すぐに意気投合して仲良くなり、それから連絡先を交換して二人でちょくちょく飲みに行くことも増えた。会社でも部署は違うが、終わる時間まで待ってくれたり、私がミスをしたと愚痴をこぼすと優しく話を聞いてくれた。プライベートで悩んでいた時も親身になって相談に乗ってくれるし、拓也といる時はとても落ち着ける時間になった。そして拓也もそう思っていたのか。もしよかったら俺と付き合ってくれないかと言われたので、私はとても嬉しくて、そのままの流れで交際を始める。それからは特に変わり映えしない恋人同士がやることをした。休みの日に旅行したり、近場でデートしたりと、そんな感じだ。そして付き合い始めて2年が経った頃に、拓也から結婚を申し込まれた。私も拓也と結婚したい気持ちが強かったので、喜んで承諾。私の両親も拓也の両親も結婚を許してくれたので、その後は仕事をしながら一緒に結婚式の準備をした。少し大変だったけど、準備している時もとても充実した気持ちでいっぱいだ。そして私たちは晴れて結婚式を挙げることができ、みんなが祝福してくれた。結婚後は私の父が私のために買ってくれたマンションに旦那が来て一緒に住むことになった。拓也は結婚した後も優しくて家事を分担してやってくれるし、私が忙しい時は何も言わずにすべてしてくれる。私は本当に素敵な人と結婚できて幸せだなと思っていた。そんなある日、義父が長年患っていた病気で亡くなった。義実家は義母が一人になるため、旦那は、母さんが一人になるから、俺たちと一緒に住まわせよう。一人じゃ何かと不便だろうし、俺は長男だから、と私に言ってきた。結婚してまだそんなに経っていないのに、と、まだまだ私は新婚生活を楽しみたかった。もう義母と同居するのかと、少し残念な気持ちだった。けれど、義母も義父が亡くなったから、悲しい気持ちもあるだろうし、いつも優しい旦那からの願いも叶えてあげたい気持ちがある。何より自分も同じ立場なら絶対そうすると思ったので、私は旦那の要望を受け入れることにした。しかしこの後起こる悲劇を分かっていたら、私はこの同居を認めずに幸せに暮らせていたのかもしれない。義母と同居したのはいいものの、常に家にいて、義母は自分が使ったものを洗わないし、洋服も散らかしっぱなし、住み着くだけ住み着いていて、全く家事を手伝わない。そこに不満を抱えていた時に、さらなる悲劇が突然やってきた。それは世間が長期休みに入った頃。私たちが家でくつろいでいると、旦那の携帯が鳴った。ん？一体どうしたんだろう？と言って誰かと会話を始めた。どうやら電話をかけてきたのは義弟の亮君のようだ。どうやら義弟は長期休暇でこっちに帰ってきたが、義実家が亡くなっていた。そのことに驚いて旦那に電話をかけてきたらしい。そしてどうやら話は終わったようで、旦那は、
亮が帰ってきたみたいだけど、実家がないから休みの間は俺たちの家で過ごすんだってさ、とこのようなことを言ってきた。しかし私はふと疑問に思うことがある。確か弟は接客業で仕事をしており、長期休暇は繁忙期のはず。そんな時期に休みを取れるとは思えない。少しおかしくない？りょうくんは接客業をしているのにこっちに帰ってこれるの？と言うと、旦那はたまたま休みが取れたんだろう？と言ってあまり話を聞いてくれなかった。そして2時間ほど経った頃に義弟が私たちの家にやってきた。しかも両手にたくさんの荷物を下げて、そそくさと家に入ってきた。義弟は家に来た途端に旦那に、兄貴、なんで実家がなくなってるんだよ。父さんの葬儀が終わった後に母さんが一人になるだろ。だから実家を売って俺たちと一緒に住んでいるんだ。寮に行ってなかったっけ？そんなの聞いてねえよ、ったく。と義弟は義実家がないことにぐちぐちと旦那と義母に文句を言っていた。義弟は旦那と義実家に婚前挨拶をした時と、結婚式の2回しか私は会ったことがない。義弟の印象は、義母や旦那に細かいことを注意されると反発する。大人になりきれていないわがままで自分勝手なイメージがあって、私は苦手だ。もしかして今回もわがままを言ってこのまま家に住むのか？と思ったところに、私の嫌な予感は的中した。義弟は旦那に、兄貴、いいマンションに住んでるんだな。使ってない部屋とかないの？一部屋使ってなくて物置にしてるところがあるけど。それなら俺が住んでも問題ないな。と言い出したのだ。もちろん旦那も私も同居に反対しましたが、義弟は、なんでだよ。兄貴が勝手に実家を売ったんだからな。それとも、母さんは良くて、俺はダメなのか？と、ダダをこね出した。そして旦那が義弟に、接客業の仕事はどうしたのか？それに住み込みで修行していただろう？と聞くと義弟は、ちょっと今の仕事は精神的に辛くてさ、少しの間休職させてもらったんだ。と言っていた。こんなことを旦那が聞いたら絶対に断れない。旦那も私の方を見て目で訴えかけていた。私は義母もいるので無理だと首を横に振る。しかし旦那は、わかったよ。少しの間だけだからな。マジかよ。さすが兄貴。話がわかるな。と受け入れたのだ。旦那も私が首を横に振ったのを分かっていたはずなのに、どうして義弟を受け入れたのか。私はすぐに旦那を寝室に呼びつけた。ちょっと、どういうつもりで亮君を受け入れたのよ。私の方を見て私が断ったのも見たでしょ。すると旦那の主張は、やはり優しい旦那らしく、あのまま亮を見捨てるわけにもいかないだろう、という意見だった。しかし一旦家に受け入れてしまったら、義弟を追い出すのが難しいのは明白。私は義弟が早く仕事に戻ってくれることを願った。最初のうちは静かな生活をしていた。旦那は繁忙期で忙しくなり、休日出勤が増えた頃、私は義弟の本性を突き止めた。それは旦那がいない時のことだ。私が何も言わないと思っているのか、さらに休み時に私がいるのをいいことに、私に向かって義弟は、腹が減ったから何か作ってよ、とか、手が離せないからタバコ買ってきて、などと命令までするようになった。しかも勝手にリビングでタバコを吸い始めるので、何度も慌ててベランダに行くように言ったこともたびたびあった。私が注意すると、義弟はとても不満そうな顔をする。
兄貴の嫁のくせにいちいち指図してくんなよ、と嫌味を言われた。義母もそのことに対して何も注意しないし、義弟と一緒に私をこき使ってくる。私がご飯を作ったらこんなことも言われた。家政婦女の作る飯、まずすぎでしょう。全部捨てて、今日はピザ頼みましょう。私の家に家事をしない義母と義弟に私は言いたい放題言われていた。本当に居候とは思えない態度と口を聞いてくる義弟と、相変わらず義弟に注意せず好き勝手させる義母。それから一ヶ月ほど経っても、義弟は全く復職する気配がない。どうにかこの状況を変えようと思い、私は旦那に相談した。私は旦那に義弟の態度を伝えることにした。これ以上私は耐えられなかった。しかし旦那に相談すると、まあまあ、まだ一ヶ月だし、あいつもいろいろと苦労したんだろう。しばらくはそっとしておいてあげな。というので私は、精神的に辛くて休職とか絶対嘘よ。一ヶ月も経っているのに仕事に戻る努力もしない。しかもあなたがいないとき、私は亮君やお母さんに散々こき使われてるんだから。と旦那に言ったが、全然聞く耳を持ってくれず、しまいには、俺の前では二人ともそんな感じしないからありえない。お前はただ、母さんと亮をうちから追い出したくて嘘ついてるんじゃないか?と、私は旦那から嘘つき呼ばわりされた。なんで私の言葉を信じずに、まだ義母と義弟の肩を持つのか。もう腹が立って仕方なかった。そしてそんな時に事件は起こる。たまたま朝早くに目を覚ました私はトイレに向かっていると、どこからか焦げ臭い匂いがした。どこからだろうと思い探していると、義弟が寝ている部屋からだ。私が慌ててドアを開けると、義弟が寝タバコをして火が消えていなかったようで、火がマットに落ちて焦げていた。私は慌てて水を持ってきて鎮火したが、とうとう私の怒りは頂点にまで達して、義弟を叩き起こして。なんてことしてくれたのよ。家の中でタバコは吸わないでって再三言ってるわよね。すると叩き起こされた義弟は多少驚いていたが、すぐに面倒くさそうに私に。もう火は消えたんだろう。済んだことでいちいち叩き起こすなよな。兄貴の嫁のくせに指図しやがって。と言って開き直られた。そのことで私はついに我慢ならなくなって。大体精神的に休職って嘘でしょ?これだけ私の言ってることに逆らって、子供みたいにふてくされてさ、少しは居候って自覚を持ちなさいよね。旦那が許可出さなかったら、絶対に住まわせてなかったんだから。と、私は思いっきりぶちまけた。すると、騒ぎを聞きつけた義母と旦那が、ちょっと、和美さん、後ろで黙って聞いていれば、私の息子になんてこと言うのよ。この子は今、仕事で、精神的にやられているのよ。そんな相手に怒鳴ることができるわね。ありえない。そうだぞ、和美、弟に謝れ。さっきのはさすがに言い過ぎだ。と寄ってたかって、私が悪いと責める旦那と義母。そしてその様子を義弟はニヤニヤしながら眺めていた。どうして私が責められているのかわからない。一人になった義母も、給食で押しかけてきた義弟も、旦那のわがままをすべて私は受け入れていた。なのに旦那は義弟を叱るどころか、義母と一緒に私を責める始末。さらに旦那は、弟から聞いているが、お前は弟と二人の時はいつも叱っているそうじゃないか。弟に出て行ってほしいがためによくそんな嫌がらせができるな。俺はお前とは離婚も視野に入れて、
離婚届にもサインをしてある。分かったら頭を冷やすんだな。と言ってきたのだ。分かったわよ。そんなに弟の肩持つなら離婚でもしてやるわ。もうこんな家出て行かせてもらいます。私はもう我慢の限界で、そのまま仕事の準備をして家を出るときに、絶対にこいつらのことを許さないと思った。その日は一日中イライラして、旦那から何度か連絡があったが無視していた。そして仕事も終わり、義弟の嘘を絶対に分からせてやると思いながら家に帰ると、なぜか家の鍵が開かない。何度鍵を開けようとしても鍵が開かないので旦那に連絡した。すると旦那は、自宅の鍵を変えたから、お前はもう家に帰ってくるな。しっかりと反省したら家に入れてやる。離婚のこともあるから、しっかりと身の振り方を考えるんだな。と言われた。なんで私が悪いみたいになってるのよ、と切れて、私は実家に連絡した。今回の件が収まるまでは、実家にいてもいいと両親は言ってくれ。私はことの詳細を両親に話した。すると父は激怒して。ふざけやがって。絶対に後悔させてやる。と言って、どこかに電話をしていた。しばらくして、父が電話してきたと思われる弁護士が家に来た。その後は、父と弁護士が、私のために買ったマンションのことを話している。私のマンションは父の名義なので、即刻売却すると言っていた。私は離婚を望んでいるので、同意してもらうってことだったが、旦那はすでに離婚届にサインしていたので問題ないそうだ。そして父がマンションの売却が終わるのが1週間かかるそうで、それまでは実家から仕事に行った。そしてついに1週間が経って、私は父と弁護士を連れて旦那がいる家に向かった。インターホンを鳴らすと旦那が出てきて、かずみ、ようやく頭を冷やしたか。お父さんとその人は誰だ？私が父と弁護士を連れてきたと説明すると、旦那は大慌て。私たちはリビングに入ると早速本題に入った。今すぐこの家を出て行ってもらいます。そんな、今すぐって、と旦那は父と弁護士に怯えてうまく話せていない。すると義弟と義母が、またその話か。落ち着いたら出て行くって言ってるじゃん。そうよ、和美さん。この子もまだ精神的に不安定だから、ちょっとくらい多めに見てあげてよ。そんなに寮に出て行ってほしいなら、あなたが出て行けばいいじゃない。義弟も義母も、自分勝手で私の話を聞こうとしない。仕方ないので、私は弁護士に説明をお願いした。家を出て行くのはあなたたち全員です。所有者はこの家を売りに出しました。弁護士の説明に義家族は驚いていたようだった。え？どういうことなんですか？この家は拓也のものよ。拓也は売ってなんかいないよね。いくら兄貴のものだからって嫁が勝手に売る権利はないだろう。すると私の父が、この家は私が娘にプレゼントしたものだ。娘が社会人になった時にな。実際に契約書も娘の名義になっている。だから娘がこの家を売っても問題ないだろう。と言って、契約書類を旦那たちの前に出した。それを見ると、旦那と義母と義弟は顔が真っ青になっていた。そして私は続けて旦那に、この前、あなたがサインしていた離婚届を出して。あなたも離婚したがってたし、問題ないでしょ？この前は俺もついカッとなって。ついカッとなって？それなのに事前に離婚届にサインしてたんだ。意味がわからない。ご託を並べなくていいから出して。それともお互いに弁護士を雇って、示談交渉でもいいわよ。それなら、内容証明とか
会社に送る可能性もあるけど。というと、旦那はすぐに離婚届を出してきた。私はしっかりと離婚届に記入して。それじゃ、これで終わり。今月中に出て行ってね。わかってると思うけど、出て行かなかったら、警察沙汰にもなるから。と言い残して帰ろうと立ち上がると、義弟が、お前、ふざけるなよ。と怒鳴って、立ち上がり、私につかみかかろうとしたが、もし私たちに危害を加えたら、即刻警察に突き出しますからね。精神的に病んでるくせに、随分と食ってかかるよね、あんた。さっさと仕事に戻ったら？と言うと、義弟は悔しがって床を蹴っていた。すかさず私は、器物損壊も警察案件だからね。クソがわかったよ。と義弟は叫びながら悔しがってもがいていた。その後は弁護士のおかげでやりとりはスムーズに進み、離婚も無事に成立して、旦那と義家族を家から追い出すのに成功。その後、風の噂で聞いたのだが、元旦那は一人の給料で、大人三人の生活を養えないので、義弟にさっさと出て行けと、やりとりをしていたそうだ。そして元旦那の言葉に我慢できなくなった義弟は、元旦那を殴って警察に捕まったらしい。元義母は、その出来事がショックで、うつ病になったとか。そして私はというと、マンションを売ったお金で、両親とまた新しい家を買って、家族三人で幸せに暮らしている。